こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このチャンネルでは、スパロボに関する動画をアップしていくわよ。今回のテーマはスパロボ OG でおなじみ、ギリアム・イェーガーの奇跡についてよ。ギリアム、OG キャラの中でもかなり昔からいるよな。OG では第一作から解禁症ね。スパロボ本編でもかなり古くから登場しているわ。言われてみれば、おなじみでずっといるけど、どういう人物かはよく知らないかもな。実はこのギリアム、その素性は未だに謎がかなり多いの。こんだけ参戦しててまだ謎があるのか。その謎の深さといったら、イングラム以上かもしれないわ。あいつも謎が服着て歩いてるようなもんだったぞ。というわけで、ギリアムの経歴を振り返りつつ、その謎を垣間見ていこうと思うわ。よろしく頼むぜ。まずはヒーロー戦記から。スパロボじゃないのか。ギリアムの初出はこのゲームなの。どんなゲームなんだ？ウルトラマンに仮面ライダー、そしてガンダム。これらが一堂に会して、巨大な敵に立ち向かう、コンパチヒーローシリーズの流れを組む RPG 作品ね。グレートバトルとかと同じ流れだな。というわけでスパロボとも親戚みたいなもんよ。ってことはギリアムはオリジナル主人公なのか。と、思いきや、ギリアムは途中で離脱しちゃうわ。主人公、ではないのか。経緯を振り返ってみましょう。ギリアムは惑星エルキスの特殊部隊に所属していたんだけれど、記憶を失って倒れていたところを保護されたの。その後、ゲシペンストと共に優秀な戦績を収めたことで、3つの大陸が協力して作った大テロ組織ゼウスに選ばれるわ。地球とは全然違う世界観なんだな。各大陸でそれぞれウルトラマン、仮面ライダー、ガンダムが活躍。ゼウスはその大陸を渡り歩きながら敵と戦っていくわ。確かにグレートバトルっぽいぜ。ギリアムはその過程で、自身の所属していた特殊部隊が、ショッカーに壊滅させられたことをシリーカリと共に対決することになるわよ。今のギリアムの印象と全然違うな。結構カッとなる、熱血タイプっぽいわね。そして、人質を取って立てこもるショッカーと対峙し、倒壊するビルから逃げようとしたところ子供が一人残ってることがわかるの。ギリアムはゲシペンストがあるから、と一人でその子供を助けに行くわ。嫌な予感がするぜ。倒壊したビルの中から現れるゲシペンスト。しかしその中から出てきたのは子供一人。ギリアムは子供をゲシペンストに乗せて、自身は子供が持ってたクマのぬいぐるみを一人で探してたの。ギリアムはどうなっちゃったんだ。ここでは行方不明になってしまうわ。その後、アバオアクーシでの戦いの中、ギリアムは再び姿を現すんだけど、なんと、俺はお前たちの敵だと言い出して敵対してくるわ。衝撃の展開だぜ。ギリアムはビル事故の際に頭を打ち、記憶を取り戻したの。その記憶というのが、この世界は何者かによって意図的に作られたものであり、将来的に崩壊の未来が待っているというもの。ギリアムは予知能力を持っており、それで未来を垣間見たそうよ。めたいこと言い出したぜ。ウルトラマンと仮面ライダーと MS が同時に存在するデタラメな世界。何者かが人工的に作り上げた実験室のフラスコ、そう表現するわね。その実験が失敗したゆえに滅んでいく未来だと。まあデタラメではあるけども。ギリアムはこの世界の未来を何とかするという目的のため、ネオアクシズの親玉、アポロンとしてゼウスの前に立ちはだかるわ。一応目的は世界のためなのか。そして最終兵器ザンガイストに乗り込み最終決戦へ至るわ。倒されたギリアムは、俺は急ぎすぎたのかもしれんと告げ、亜空間の要塞が崩壊する直前、自身が助けようとした子供の無事を尋ね、それを最後に消えていくわ。ちゃんといいやつだったんだな。こうしてヒーロー戦記の物語は終わりを迎えるの。ギリアムはここでは消えちゃったのか。ところがエンディングで、助けた子供の元にクマのぬいぐるみが届くの。差出人は G、J、グッジョブ、じゃなくてギリアム・イェーガーか。というわけでギリアムは生死不明で終わっていくわ。このストーリー自体かなり謎が多いな。この世界を作ったのは誰なのか、そもそもギリアムはどこから来たのか、それらは明かされないわ。デタラメな世界、ってのはスパロボ世界にも言えることだよな。スパロボも平行世界とかアカシックレコードとか、世界の成り立ちを問うような設定が混在しているけど、そのルーツとも言えるわね。それを唯一知っているかもしれないのがギリアムってことなのか。この時点ですごいわね。続いてはスパロボに出てきた際のギリアムを見ていくわ。ギリアムがスパロボに登場したのは第4次とそのリメイクとも言える F。どちらも役割はほぼ同じで、途中でちょっと仲間になるだけで最後までは参加してくれないわ。この時点でクロスオーバー的な参戦だったんだな。同じバンプレストのゲームをまたいでるわね。どちらの作品でもエウゴに参加しており、ゲシペンストマーク2に乗ってくるわ。こちらではマーク2なのか。普通のゲシペンストは主人公の初期機体なのでね。ってことで強いとか弱いとかいう前にいなくなっちゃうわ。一応隠しフラグに関わってたりはするけど、顔見せ参戦って感じだな。ただここで衝撃的な出来事もあるわね。一体なんだ？
第4次 S にて、ギリアムには田中秀幸さんのボイスがつくようになったんだけど、ゲームを中断した際のメッセージで、ヒーロー戦記もよろしく、と言い放つわよ。いや別ゲーじゃねえか。一応本人もこりゃまずかったかなとは言ってるものの、あまりにめたい発言だわ。じゃあこのギリアムはヒーロー戦記の存在も知ってるってことになるよな。このヒーロー戦記もよろしく、はこの後も恒例になり、OG 等でも改変を加えながら何度も行われてるわね。ちなみに、ギリアムが登場した時、アムロがその名を聞いて動揺するというシーンもあったりするわ。アムロも過去の記憶があるのか？まあその辺は、この時点ではまだ明確ではなかったと思うわ。本格的に謎が加速していくのは OG になってから。OG では第一作から登場。元特殊戦技共同体のメンバーとして仲間になってくれるわ。共同体ってどんな人たちだっけ？パーソナルトルーパーのモーションパターンを作るため、優秀なパイロットを集めて運用実践テストを行っていた部隊よ。そこに入るってことはよっぽど優秀だったんだな。で、自分にも参加して活躍してくれるんだけど、会話の節々に過去を思わせるものが散見されるわ。ギリアムの過去というと、代表的なのはイングラムと出会った際、彼に対して、お前と同じような宿命を背負っていると告げるわ。イングラムもいろんな世界を渡ってるんだよな。イングラムもまた別のゲーム、スーパーヒーロー作戦の世界から来た存在なの。そこで生まれたユーゼスとの因縁は本編スパロボはもちろん、OG シリーズを通して書かれてるわね。特撮絡みのゲーム出身ってことはかなり近い存在なんだな。さらに、外宇宙からの脅威、バルマーの存在を知った際には、銀河に存在する文明は一つではない。それどころか、我々の想像を超えたものが混じり合う世界、実験室のフラスコか、と回想するわ。そのセリフは、そう、ヒーロー戦記の最後にギリアムが自ら口にしたものね。つまり、イングラム同様このギリアムもヒーロー戦記の世界から来た存在。そういうことなのか。この時点ではまだ匂わせ程度だったけど、OG2A たってそれが確信に変わっていくわね。ちなみに、味方としては強いのか？ギリアムには予知能力があるって前に述べたけど、その予知が特殊技能として採用されてるわ。反撃時の回避率が 30% プラスされる強力なものよ。30% プラスはかなり大きいぜ。さらにカウンター、ヒット&アウェイアタッカーに、SP 回復と強力な技能を素で覚えてて、精神では見切りに覚醒とこれまた強力なものを所持してるわ。かなり強いパイロットだな。惜しいのは、ギリアムが乗れる機体自体がそこまで強くないってこと。専用機がないってのがね。デスペンスとも OG だとありふれた機体だもんな。そんな不満を解消するためか、リメイク版の OGS ではギリアムの機体として、ゲスペンスとタイプ RV が登場したわ。元祖ゲスペンスと思わせる黒いフォルムで、遠距離攻撃に特化した非常に強い機体よ。これがあればギリアムも大活躍できるってわけだな。OGS 以降は基本この機体で戦ってくことになるわね。続いては OG2 なんだけど、今作でギリアムはかなり重要な存在として描かれるわ。とうとう話の中心に来たか。OG2 では敵組織としてスパロボ A のシャドウミラー、向こう側の存在が登場するんだけど、ギリアムはこの向こう側と非常に関係が深いというか、彼らが侵攻してきたのはほぼギリアムのせいみたいなとこあるのよね。どういうことだ？いきなり全体像を話しちゃうと、まず、ギリアムはヒーロー戦記の後、残されていたシステム XN と共にいくつかの世界を渡り歩いた後、向こう側の世界にたどり着いたの。そしてそこで、元の世界に帰るため、ザンガイストを復元しようと活動していたわ。ここで確実にヒーロー戦記の世界と繋がったわけか。そして復元には成功したものの、事故によってギリアム自身だけが転移、OG の世界にたどり着いてしまったの。そっから共同体に入ったわけか。そして向こう側に残されたシステムザンは、シャドウミラーによって利用され転移によって逃走を永遠に行う、その目的に使われることになったの。確かにギリアムのせいっぽくあるな。ギリアムなしのシステムは不完全だったため、転移も不十分だったんだけど、シャドウミラーのビンデルはギリアムを手に入れることで、完全な転移を目指していたわ。一方ギリアムは自身の罪を償うため、アインスト、そしてビンデルをシステムザンで因果地平へ転移させようと、コードアポロンを起動するわ。アポロン、ヒーロー戦記でギリアムが名乗ってた名前だな。しかし、アインストに逆に利用されてアインストの世界と繋ぐ門が開き、一体決戦となるわけね。この決戦の後、自らの手でシステムザンを破壊、転移すること自体を永久に封じてしまったわ。元の世界に帰れなくなっちゃったんだな。こうしてギリアムなりの食材を終えて、ギリアムは転移の運命からは解き放たれたわけね。壮大な話だぜ。しかしながら、同時に謎も加速していくわ。ギリアムはアインストと対峙した際、お前は対局へ至るものではないと告げるんだけど、対局？これは Z シリーズ、そして第2次 OG あたりから、
物語の中核として語られている存在で、宇宙すべての始まりと終わりを司るものであり、Z シリーズでは最終ボスの思考神ソルがそれに当たるとされてるわ。規模がでっかすぎるぜ。その対局が初めて言葉として出てきたのが、ギリアムの口からだったのよね。なんでお前が知ってんだ、って話だな。一旦ギリアムの物語は終わりを迎えたわけだけど、そもそもギリアムの出自自体がまだ不明瞭なのよ。ヒーロー戦記の世界で記憶喪失になる前ってことか。これ以外の場面ではギリアムがいわゆる人間とは異なる、非常に長い寿命を持つ超人であることも示唆されており、より一層その存在がわからなくなったとも言えるわ。OG の世界でも別格の存在じゃないか。ちなみにこの辺りを描いたアニメ作品、ジ・インスペクターでは、ゲシペンストを呼び出す際にヒーロー戦記の時と同じ呼び方、コール、ゲシペンスト、を行っていたり、システム XN でコードアポロンを発動する際、熊のぬいぐるみ、ヒューイの記憶が明確に絵として描かれたり、さらに、ヒーロー戦記の時アポロンとして被っていたマスクが現れるなど、よりヒーロー戦記とのつながりが強調されているわ。ヒーロー戦記からやってたファンにはたまらんだろうな。というわけで、OG2 ではギリアムの存在感が一気に増したわね。これ以降の OG では大きく話が動くことはないものの、ファイターロアとダークブレインとの出会いがあったわね。何か関係があったっけ？ヒーロー戦記ではない別のコンパチヒーローシリーズ、バトルドッジボールで共演があったわ。コンパチヒーローシリーズにはそういうのもあったな、確かに。まあ明確に記憶してたわけじゃないけどね。ただ、ダークブレインが対局を目指そうとしていることを語り出し、お前もそうしようとしていたと指摘されて言葉に詰まる場面があるわ。ラスボスクラスだけが分かり合えるやりとりだな。ちなみに、相変わらず強いのか？ゲシペンストタイプ RV は非常に使いやすいし、ギリアム自身も予知能力と SP 回復は常に持ってるからね。エースボーナスも、回避率を上げるものが基本となってて、こちらも強力だったわ。ただ、ムーンデュエラーズの時のエースボーナスがちょっとね、何か問題があったのか？自分ターン開始時20マス以内にいる敵に対して偵察が発動するというもの。偵察、ステータス見える以外に意味あったっけ？携帯機のスパロボだと命中等に影響があったんだけど、今作ではただステータスが見えるだけね。じゃあ意味ないじゃないか。むしろ発動するたびに毎回偵察の精神コマンドアニメが入るので、テンポ悪くなっちゃうわ。意味ない上にプレイの邪魔かよ。まあ機体自体は相変わらず強いし、全体攻撃も強いのでよく使うんだけどね。なんかもったいないぜ。ストーリーは進んでないけど謎は相変わらず深まってて、第二次 OG の真のラスボスであるユーゼス及びアダマトロン。ユーゼスは何度も正義の味方に敗れてきた因果から抜け出そうと、様々な力を利用してこの姿に至るんだけれど、これを見たギリアムは因子が揃っていないと指摘するわ。ということは、また負けるぞってこと。残酷な通告だぜ。ユーゼスはウルトラマンの力にひたすら憧れてて、自身もそうなろうとしてたんだけど、戦友として、最後は敵として戦ったギリアムからすれば、思うところがあったでしょうね。経験豊富ってレベルじゃねえぞ。あと重要なのが、MD における最終ボスの存在。MD のラスボスってなんだっけ？ XNL よ。XN、あ。読み方はザネルで、グレートバトルの2と3のラスボスでもあったわ。巡り巡ってここでクロスオーバーするとはな。ザネルはロアたちが使用していた戦艦を取り込んでくるんだけど、この見た目がザンガイスとそっくりなのよね。他人の空には思えないな。そしてザネル自身もギリアムを知ってるようなこと言うし、ギリアムがかつてロアたちと戦ってたことを示唆したりと、これまた謎が深まる展開になったわ。出てくる大ボスと片っ端から知り合いじゃねえか。そしてザネルも対局の存在を語っており、味方でそれについて知ってそうなのはギリアムだけだし、今後のストーリーでは最重要存在になりそうだぜ。最新作のスパロボサーチでもアップデートによる無料 DLC として登場してるわ。これもどっかと繋がってたりするのか？一応、第4次や F の世界と繋がってるわ。所属は用語であると告げ、ゲストの存在も口にするわね。ただ登場しているのはノーマルのゲシペンストで、第4次等の時は乗ってなかったし、同じ世界から来たはずのイルムのグルンガストとの整合性が取れないわ。あくまでサービス参戦って感じか。ただここでもちゃんと過去作との繋がりを感じさせる場面があって、まずアムロとの出会いの際、また共に戦えることを喜びたいと心の中で告げるわ。ヒーロー戦記の世界はちゃんと通ってるギリアムなんだな。そして同じく DLC で参戦しているウルトラマンたちについても、これは何かの導きなのかと思いを馳せてるわ。ウルトラマンと戦った数少ない存在だもんな。そして、グルンガストやヒュッケバインの姿を見て、いつかきっとまた共に戦う時が来ると決意を胸にしてるわね。これは、この後 OG の世界に行くってことなのかな。いろいろ考察のしがいがあるわねー。というわけでざっとギリアムの軌跡を追ってきたわ。
想像以上にすごい存在だったな。92年のヒーロー戦記からすでに30年以上、スパロボ、コンパチヒーローシリーズで活躍し続けてるすごいキャラよ。そんで、その存在感がどんどん増してるってのがまたすごいぜ。その辺の謎もまとめときましょうか。まず、ギリアムの素性ね。本来の出自はどこで、何者なのか。そしてヒーロー戦記までは何をしていたのか。対局を目指してたってダークブレインが語ってたよな。同じように対局を目指してたというと Z シリーズのアサキムがいるわね。Z シリーズではある程度語られたけど、ギリアムも実はここに絡んでたんじゃ？って言われてたりもするわ。姿自体は出てないよな。でも Z シリーズの次舞台といえば？ ZEUTH、ゼウスってヒーロー戦記と同じじゃないか。まあ全部ゼウスじゃないけど、勘ぐりたくはなるわねー。そして、ヒーロー戦記で記憶を取り戻した際の使命。ヒーロー戦記の世界の崩壊を防ぐことではなく、何か別の使命があったのでは？ということ。それは自身の使命なのか、誰かから託されたものなのか。そして OG 世界における対局とは、そしてギリアムはそこで何を目指しているのか。謎が深まりすぎてわけわかんねえぜ。この対局をめぐる戦いが終わった時が、ギリアムという人間の物語の本当の終わりになるかもしれないわね。スパロボ OG とはギリアムの物語だった。ってなったりしそうだな。それはそれで凄そうね。またラスボスになるのだけは勘弁してほしいぜ。今後の展開を楽しみにしましょう。というわけで今回の動画はここまで。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。